ロッテ楽天8回戦、ロッテの先発は小島です。立ち上がり小深田を打ち取りましたが、鈴木大地ライト前へのヒット。3番の茂木を打ち取った後は4番の浅村、ただスライダーが甘く入りまして、この一振りで仕留められます。第12号のツーランホームラン、打点もパ・リーグトップ41。昨日は7ホームランが出たゲーム、今日もホームランで幕開け。イーグルスの先発は4勝の涌井です。ただ2アウトからマーティン、こちらもストレートを弾き返してセンターへのバックスクリーン第6号のソロホームラン、1点をすぐ返して、お互いに今日も花火の打ち合いかなと思わせる内容だったんですが、2回3回はお互い落ち着いてゼロで並びました。で、小島は初回にホームランを打たれた浅村に対しては落ちるボールで三振、そして島内を打ち取るなど、まあ、2回以降小島は落ち着いたピッチングでしたよね。だいぶ立ち直ったなという感じはしましたけれどもね、はい、一方の涌井ですが、こちらはもう快投でしたね。 いいボールですね。やはりあのファーストストライクの取り方がもう上手いですよね。結果回の先頭もなかなか出さずというところで、ロッテもジャストランナーを出しても、昨日3ホーマーの井上をこのように三振に切って取るなど、涌井の快投、素晴らしいピッチングが続きます。5回です。ロメロに対してのこの投じた1球、悔しそうな小島のシルエットもありましたが、昨日に続くセンターバックスクリーンへのホームラン、昨日は代打、今日はスタメン起用に応える一発。この援護点をもらって涌井です。三振も今日は多くてトータルで8個、8つです。5回、菅野、レアード連続三振、フォアボールを初めて出しましたが、藤岡も三振と、5回のアウトは全て奪三振、ペース全く緩めずにいました。6回、ロッテはこの涌井から福田のヒットを足がかりに2人のランナーを置いたんですが、井上との3度目の対決はファースト銀次、これも素晴らしいプレーでしたがファールフライ。ここに来て最速149キロを出した涌井がしっかりと抑えます。さらに7回、ロッテは今日1軍に上がってきた南の登板、ロメロが今日2本目だという強い打球を飛ばしたんですが、これがフェンスへ、結果これがスリーベース、全力疾走でチャンスを作り、7番銀次は初球進力セーフライ、ロッテがピッチャンスを潰した後、楽天があっさりところを3球で初球の7回の表1点を追加します。援護点をもらった涌井、レアードにヒットを打たれましたが、代打角中、さらに代打の佐藤俊也打ち取って、決着7回112球3安打8奪三振、フォアボール2つ、失点はマーティンのホームラン1でくぼめた、ナイスピッチングでした。イーグルスはロッテの3番手長野を攻めて8回、フォアボール絡みのランナー満塁にして、今度は島内犠牲フライでさらに追加点、これで5対1。楽天の方は8回、高いエンドレンジでドルボールでランナーを出しましたが、マーティンを打ち取って2夜連続の古賀好リリース、ロッテ打線がなかなかチャンスらしいチャンスをものにできないまま9回に来て、今日は森原投手1軍を外れて、ブセリッツが最後に出て回りましてランナーを出しましたが、レアード最後はショートゴロで試合終了。昨日はランダー戦、今日は締まった好ゲーム、ただ5対1勝ったのは東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズを下しました。涌井投手が5勝目を挙げたゲームでした。ということで、八幡さん、改めて今日のゲーム印象に残ったところはどんなところ。